この写真はなんかわかるかなこれはクマが鮭を食べている様子やねんけど、鮭っていうのは山の奥の川で育って、で、海まで泳いでいきます。で、海で大きく成長して、もう一回卵を産むために山奥の川まで登っていくね。そのタイミングで熊に食べられちゃったと。鮭にとっては熊に食べられることで卵を産めなくなっちゃってんけど、熊にとっては生きていくためにやっぱり鮭を食べやなかねない。 こういった自然の中では必ず食べる食べられるっていう関係があります。また山の中では他の動物もいているし、山だけじゃなくて海なんかにも食べる食べられるっていう関係があるんだな。この動画から自然界のつながり、特に動物の関わり合い方、食べる食べられるっていう関係について勉強していきたいと思います。まず自然界のつながりということで、 海とか川、草原、森などの環境とそこに住む生物で構成させるまとまりのことを生態系っていうふうに言います。例えば、海っていう環境、そして海に住む生物、何がおるのかって言ったらプランクトンとかイワシ、サなんかがいいねんけど、海という環境とそこに住んでいる生物で構成させるまとまりのことを、これ、海の生態系っていうふうに言います。じゃあ、 森の生態系は何があるかっつったら森っていう環境とそこに住んでいる稲、バッタ、カエル、ヘビ、ワシこういったものを森の生態系っていうふうに言うねんなじゃあこいつらの関係はどういうふうになっているのか見ていきましょうそしたら森の生態系に注目してそれぞれの関係を見ていきましょういろんな生態系があるねんけど必ずその生態系の中では 食べる食べられるっていう関係での生物同士のつながりがありますでそれを食物連鎖っていうねんけど今からこの5つの生物を例にとって食物連鎖の関係の矢印を書いていきたいねただその矢印の書き方っていうのはルールがあって必ず食べ物が移動する方向に矢印を書かないといけないどういうことかというと稲とバッタを例にとって見ていきましょう 稲はバッタに食べられません、バッタは稲を食べるっていう関係があるやんか。じゃあ、稲の葉っぱっていうのは、どこに移動するかって言ったら、バッタのお腹の中に移動する。食べられることによって、バッタのお腹の中に移動するから、稲からバッタに矢印。バッタとカエルを考えた時に、カエルはバッタを食べるやんな。バッタっていうのは、食べられてカエルのお腹の中に移動するから、バッタからカエルに矢印。 カエルとヘビ考えたときにカエルは食べられてヘビのお腹の中に移動するからカエルからヘビに矢印ヘビとワシやったらヘビが食べられワシの中に中に入るからヘビからワシに矢印っていう風になってます森の生態系はこの5つの動物だけじゃなくてもっともっとたくさんの動物がいていてそいつらが複雑に絡み合ってんなこのように 食物連鎖によって生物同士が網目のようにつながることを食物網っていうふうに言いますじゃあ次に一つの生態系に注目した時にこいつらの数どういうふうになっているのか見ていきましょう森の生態系を考えた時にいろんな動物がいているやんか例えば植物がいていてで植物を食べるバッタとかの草食動物がいていて で、草食動物を食べる小型の肉食動物がいていて、カエルとかスズメやな。で、この小型の肉食動物を食べる和紙とかの大型の肉食動物がいてんねじゃあ、こいつらの数はどうなっているか。実はここにピラミッドが書いてあるんんけど、このピラミッドがヒントです。ピラミッドが面積イコール数を表しています。 どういうことかというと植物のこの台形っていうのはこのピラミッドの中で一番でかい面積やんか一方で肉食動物のこの三角形っていうのはピラミッドの中で一番ちっちゃいような面積がだからこの中では植物が一番数が多くて面積が一番ちっちゃい和紙の数が一番少ない年齢っていう風な関係になっています 実は生態系を一つのピラミッドとしたときに大きく2種類の役割に分けることができんねちょうど色分けしてんねんけど、青を消費者、何を消費するのかって言ったら有機物を食べます。有機物を消費するね赤で示したのは生産者、何を作り出すのか。これを覚えてるかな二酸化炭素と水から有機物と酸素を作り出す。植物が生産者。 有機物を作るから生産者やねんけどこの働きを光合成覚えてるかな光合成によって有機物を作り出しますだから生産者って呼ばれていてその作り出した有機物を食べるのが全部消費者やねんなじゃあ最後に一つのピラミッドに注目した時一つの生態系の一つのピラミッドに注目した時それぞれの消費者と 生産者の数の変化っていうのを見ていきましょう最後に1つの生態系のピラミッドを例にとって数量変化を見ていきます3段階のピラミッドです一番下が植物真ん中が草食動物一番目が肉食動物なです草食動物が増えた時に植物とか肉食動物はどのように変化するのか見ていきます 草食動物が増えることによって植物は大量に食べられるやんか。食べられるということは数が減ります。一方で肉食動物にとっては草食動物。つまり餌が増えね。ってことは今まで餌を食べられずに死んでいった肉食動物も餌が増えることによって生き延びることができ、数は増えます。じゃあその次はどうなるんか。 草食動物にとっては植物が減るってことは餌が減るので草食動物は減りま,すまた草食動物を食べている肉食動物草食動物が減ることによって餌がなくなり死んでいくものが多いから肉食動物も減りますってことは最終的にやっぱり元通りになりますこのようにしていろんな生態系があんねんけどちょっと増えるとかちょっと減るだけでは 必ず食べる食べられるっていう関係はバランスよくなってて必ず元に戻ります。